のかって話だったんですが、結論は政治家も副業の時代だ、政治家を育てよう、みんなで市議会議員になろうです。で、なぜそうなったか、壁って何かって言ったら制度、やっぱりみんなこの制度じゃなく組織の壁とか、権利とか制約を背負ってしまう。なんだけれど、そこを壊すのはこの中にいる結節点になる人たち、この結節点のキーマンを探す、キーマンを育てる。キーマン育った次どうなるか、まず共感や体温を感じられる距離でみんなと会える市議会議員になります。そしたら次に、はい、県に行きますね。最後に国会議員になるんですよ。で、そうやってみんなで結節点になる人、つまり議員名簿が結節点の人リストになるんですね。おー、という結節点育てよう。で、みんなやりたいこと、例えば、菅さん、経産省の方、周りのキーマン10人に出馬してもらいます。私たちのチームは公の似合う気になるその人材っていうのはどこにいるんだろうとか、どうやったら増えるんだろうとか、どうやったらそういうことをやりたくなるのかなっていう話をしました。で、結論としては、その公の似合うような意欲のある人材って、実は今はルール破りとかちょっとこうイレギュラーで、すごくこうかわいそうじゃないですけど、もっとこういろんな人の後押しとか、その人を認めるとか排除しないっていうような動きが必要なんじゃないかっていう結論になりました。で、はい、認めるとか後押しだけじゃなくって、その人の必要な窓口につなげてあげるとか、メディアに取り上げてあげるとか、こう種を育てるような活動をするのが一番いいんじゃないかという、のが我々のアクションプランです。で、その前にも企業で働きながらどうやってやったらいいのかなとか、じゃあお金をもらうのってどうやったらいいんだろうとか、あとは若い人にそういうことをしたいと思ってもらえるためには教育ってどうしたらいいんだろうみたいな話をして、共に至っています。はい、ありがとうございます。新たな公共ということについてお話をしました。まあ、いろいろチャリティーとかブロックチェーンとかいろいろ出てきたんですけど、結局まあ物事を民間からやるときって、まあ、信頼、政府の方の信頼が裏付かないとなかなかできないよねとか、政府の方も民間側の信頼がないとそれすぐゴーできないよねっていうお話になって、まあ、この信頼の効果がぐるぐるなかなか回らないことをお話しました。で、その時要点として話が出てきたのが、まあ、ソーシャルインパクトの評価とか、こういう基準を作ることで、まあ、政府側も指標が作れるよねって話と、民間側もうさんくさくないようにフルオープンな信頼関係と情報を出そうよと、そうしないとダメだよねっていう話と、最後パブリックとコモンズ、まあ、公が見てるところとコモンズ、地域の共感が作ってるエリアがあって、まあ、コモンズのエリアをどんどん増やしたらいい。パブリックとしては公としてはプラットフォームいろいろ箱だけは作ってあげて、どんどんみんなが共感を持って作り込める仕組みを作ってあげれば、今まで以上に皆さんの言うことができるようになるよねと、適正な形を作れるようになりました。うちのチームは、場作りについての話でした。で、まあ、結論から言うと、強い心を持って弱さを見せるっていうのが大事だよねっていうことなんですけど、まあ、そもそもその官と民っていろいろやってるけど、どういうふうに協力できるはずのところでいろいろちぐはぐなことが起きてて、協力できてないよねっていう話に始まり、じゃどういう時ところに、どういうところにいたら会えるのかとか、現場がそもそも当事者意識を持ってないとダメだよねっていうところで、現場が当事者意識を持ってさらに巻き込み力が生まれて、でまあ、そこでかつこう、さっきの指、この指とまねじゃないですけれども、これ、ガンが弱さを見せる、本気を見せたところに初めてこうみんな寄ってきたりするっていうところで、まあ、当事者自身と巻き込み力と、それは何かというと、まあ、強い心の弱さを見せる、その弱さを見せることで思いを伝えるっていうところで、私も最後、はい、まとめになりました。はい、はい、ありがとうございます。人材というところで、官と民の壁っていうテーマで話し合いました。結論としては壁はないっていうところに至りまして、でアウトプットは自分たちで作ろうというアクションまで落とし込むことができました。でちょっと今回ほとんどの人が官の方っていうところで、いろいろと民間と官公庁の違い、まあ、壁っていうのを話していったんですけれども、結論としてはやっぱり民にも行政にも壁に寄りかかりたい人たちはいるのではないかっていうところで、そこを横でつなぐことでなんとか壊していきましょう。で、そうですね。で、プラスで未来を作っていけるような、はい、じゃあ、我々はですね、こう見合う人材ということで評価ということでお話をしました。で、結論から申しますと、
その個人にスポットを当てて評価をした方がいいんじゃないかと、いろんなスペシャリストがいる中で、これはこの人はすごいよねとか、この人はこういう活躍をしたよねということで、その人たちを評価することによって、じゃあ次にチームを組むときにこの人とこの人を組んだらいいかみたいなチームビルディングをすることが理想なんじゃないかと。そうすれば、まあ、民間があったりとか縦割りだったりところの、まあ、その壁が一気に崩せて、でそういったところが非常にいいかなと思いました。で話的には、まあ、非常に、まあ、このぐちゃぐちゃと書いてあるんですけど、非常に紆余曲折はあったんですけれども、やはりですね、その評価、なぜ何のために評価をするのかという軸で考えたときには、最終的にはもっといいチームとか、もっとこのみんなのためになるとか、そういったチームができるような評価、そんなことができればいいんじゃないかということで、我々は考えました。以上です。はい、ありがとうございます。